おはようございます。おはようございます。おはよう。さて、いよいよ間もなく花火大会が始まりますね。その前に天君、今の混雑状況とかわかりそう？あ、はい、少々お待ちください。社長。どうしたの？大変です。先ほど梅田岡駅の駅員から電話がありまして、ホームが人で溢れ返って電車に乗れない人が続出してるらしいです。マジか。社長。今度はどうした？先ほど梅田岡に続いて東関動物公園と新友橋駅の駅員から電話があり、梅田岡同様にホームが人で溢れ返って対応しきれないそうです。マジかよ。予想を上回ってるじゃねえか。どうしましょう社長。これは、東関中央駅が危ない。失礼します社長。今度はなんだ？関和線関和市関和駅の駅員から連絡があり、関和駅のホームに人が溢れ返って、おしくらまんじゅう状態だそうです。マジかよ。主要駅全部ホームに溢れ返ってるじゃねえか。とりあえず、どうしようもないわなこれ。全車両満員です。特急も全車両満席です。まさかこんなことになるなんて。とりあえず、各駅の駅員に、乗客が線路に落ちないように気をつけてと、伝えといて、それと、各車両の運転手には、徐行運転を実施、人身事故が起きないように、前方に注意して運転してくださいと言ってください。了解。とりあえず、これで落ち着けばいいんだが。とりあえず電話してきました。ありがとう。昼間の予想より上回ってるとは思わなかった。中央駅は、一体どうなるんでしょうか。わからない。もしかしたら、人で溢れ返る可能性がある。あいにく緩和線から来る人は専用ホームがあるからいいけど、本線ホームは、危険な匂いがしてくる。とりあえず、花火大会をすると大変なことになることがわかりましたね。これは、鉄道会社にとってはヤバい事態ですよ。やっと着いた。あれ？お父さんどうしたの？梅田岡駅に人が溢れ返ってるから、大丈夫か心配して本社に来たのよ。確か今日って。花火大会なんよ。だからあんなに人がいたのか。黄色い線からはみ出してる人も大量にいた。今の警笛。嫌な予感。まさかな。はいもしもし、東関鉄道本社です。はい、社長に伝えときます。どうした？中央駅の本線ホームで、乗客が線路に転落、その直後に普通電車が入線してきて、徐行運転だったため衝突は回避しましたが、めっちゃギリギリで止まったそうです。これはまずいことになった。待てー、俺あと2分後には集合時間になるんだぞ。なんでそんな時に限って人身事故なんか起きそうになるんだよ。やばいぞ。俺ホーム行ってくる。行ってらっしゃい。とにかく僕は、あと1分後に行かなくちゃならない。お父さんが戻ってきたら残りの対応は任せる。わかりました。僕たちにお任せください。とりあえず行く準備お願いします。とりあえず準備した。戻ったよ。さっき線路に落ちたお客様から聞いた話によると、誰かに突き落とされたらしい。殺人未遂事件の可能性もあるから警察来るってよ。お父さん、僕同じ仲間と花火見に行くことになってるから、今日はお父さんに託す、対応は任せた。たまにはゆっくりしてきなさい。お父さんに任せて。一代目社長がいると心強いですね。まあ今日だけですからね。それじゃあそろそろかな。じゃあ、天君、マリサさん、お父さん、行ってきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。楽しんでってね。さてと、僕たちは、社長室から花火見ようか。ここの方が花火見物できそうですもんね。確かに、特徴的じゃないですか。社長はどこの近くに行くみたいですが、楽しみです。それじゃあ花火が始まるまで各自忙しくなるぞ。了解。パート2。続く。